ご利用くださいまして、ありがとうございます。このラジオはただいま瀬戸大橋を渡っております。窓の外、左右に広がるのは、日本で初めての国立公園として指定された瀬戸内海国立公園です。西は福岡県北九州市、東は和歌山県和歌山市にまで及ぶ広大な地域が瀬戸内海国立公園に指定されており、瀬戸大橋からは世界の宝石と称賛されるほどの美しい海と島々が織りなす景色をご覧いただきます。皆様、しばらくの間、この景色をお楽しみください。